ここはどっちのエースが早いんだ、その気持ちと気持ちがぶつかり合う最後の5周です。前が脇坂11です。これでも先ほど少しあの縁石側に行って煙も上がったんですが、福山さん、これダメージはどうですか、はい、タイヤ等々、ちょっとアンダーパネルとか少し壊してる可能性ありますけどね。まあ、でもあのここまでどっちかというと立川君の方が体力を使ってきているはずなんですが、そうですよね、はい、今日の立川君は本当にあのなんていうんですか、危機迫るものがありますね。本当ですね、完全にゾーンに入りました立川雄二。ここも完全に並んだぞ、サイドバイサイド、ホイール2ホイール、並んで外から外から立川だ、すごいすごい、こんな追い抜きがあるのか、立川雄二だ、ものすごいオーバーテイクです。ついにトップに出ましたゼントセルモ、死んでなかったゼントセルモ、立川のプライドがここで火を吹きました。